はい、今日は100%クリアしたので、コスチュームを全部解除できたので、コスチュームを見ていきたいと思います。本当はリワード、ゴールドリワードの場所とかもね、全部見ていきたいと思ったんですけど、もう一回クリアしちゃうとゴールドリワード復活しなくなるんですね。リワード全部、ブロンズもシルバーも復活しなくなるんで、ちょっともう一回ニューゲームしてやるのはあれなんで、コスチュームだけにします、今回は。まずこれがレジェンドのコスチュームです。で、次ユニオンジャック、これイギリスのマークですね。イギリス、イングランド。まあ、こんな感じです。はい、次レジェンドブラック、これはかっこいいですね。結構かっこいい。レジェンドだったらブラックかピンクかなって、個人的には使うんだったらね。次ブルー、ブルーちょっと違うんですよね。まあ、わかる人はわかると思うんですけど、どこが違うか。はい、次はピンクいいですよね。ピンクとブラックがいいな。ピンクとブラック、レジェンドだとね、こんな感じです。まあ、はい、次バイカー、これはイングランド編のコスチュームですね。かっこいいですね、これバイカー。かっこいい。はい、次バイカーレッドジャケット、赤いバージョンですね。はい、なんか汚れてるような感じがするんですけど、気のせいでしょうか。これは汚れてない？これ。まあいいや、次かっこいいけどね、バイカーのジャケット、これも結構好きですね。こんな感じですね。これもかっこいいですね。はい、次イブニング、これ東京編のブラックドレスですね。これはなんかアンジェリーナ・ジョリーみたいな感じがしますね。なんか映画でこういうドレス着て戦うシーンあったような気がするんですよね。アンジェリーナ・ジョリーが主演の映画で、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあそれになんか似てるなみたいな感じが。まあ裸足なんであんまり、ね、着てないですけどね、東京編以外だと。次は赤バージョンです。赤バージョンどうでしょうか。まあこんな感じです。まあかっこいいっすよね。まあかっこいい、かっこいい。はい、次クラシック、クラシックはトゥームレイダースの一番最初の第1期ララクロフトのコスチュームですね。それのリメイクされたバージョンですね。レジェンド風にリメイクされてますね。そんな感じです。はい、次クラシックグレイ、これはクラシックのグレーというか白じゃないかっていう感じなんですけど、白っぽい感じですね。ただのシャツじゃんみたいな、ノースリーブのシャツじゃないかって感じなんですけどね。はい、次ウィンター、これはカザフスタンとかのステージで、あとネパールのステージかなって使ってましたね。あったかそうでいいですね。はい、次
ウィンターノーコード、これはカザフスタンのステージで、バイクで電車に乗って、で電車が爆発した時にあのコートが燃えちゃったんですよね。それでコート脱いで、このコート脱いでこの姿になりましたね。はい、そんな感じで次。次、ウィンターオレンジ。これオレンジに見えないんですけど、中がオレンジだけど外がクリーム色っぽく見えますね、なんか。はい、まあそんな感じで。次はウィンターオレンジノーコート。はい、オレンジですね。はい、次。次ウィンターピンク。これもね、結構好きですね、ウィンターピンク。ちゃんとピンク色になってるし、さっきのオレンジだったのにクリーム色っぽかったですけど、自分のパソコンの画面だとね。これいいね、ちゃんと下のズボンの線もピンク色になってるし、これもいいですね。結構次ピンクノーコート、まあ、こんな感じでピンク色になりましたよみたいな感じでですね。はい、こっちの方が濃いかな。コート付きのピンクよりもピンクノーコートの方がピンクの色が濃くなりましたね。はい、次これキャットスーツ、キャットスーツですね。これはよくわかんないですけど、何のスーツか、なんかなんだろう、特殊部隊みたいな感じなのかな。ミッションインポッシブルとかに出てきそうな感じのコスチュームですね。はい、次。スノースーツ、これ雪用なのかな、寒そうだけどね。これだけだとスノースーツって書いてありました。キャットスーツの色違いですか、シルバーバージョン。これ映画のトゥームレイダー、アンジェリーナ・ジョリー主演のやつで見たことあるような気がするんですよね。はい、そんな感じで。じゃあ次、スーツ。これどこクリアしたら手に入ったんだっけ、クロフト艇かな、クリアしたら手に入ったのかな。スーツ、スーツでオフィスとかに行けるんだったらいいんですけど、特にジャングルとかに行くだけなんで、ララはあんまり使わないかなって思いますね。東京編で使えるかもね、わかんないですけど。はい、次スーツ、クリーム、クリーム色のスーツですね。あれ、唇がなんかおかしくなってるぞ、バグってるぞ唇が。どういうこと、え、あれす、あれ、スーツクリームだとララの唇がバグるんですけど、なんか縦線が入るっていう、唇の真ん中に。やだ、これ着ない、やめとこう。次スペシャルフォースです。かっこいいね、これミリタリー風ですね、ミリタリーですね。これはかっこいいね。はい、次、次スペシャルフォーセスのアーバン、紫外線らしいです。紫外線用のユニフォームらしいですね。見た感じ雪国の戦いじゃないのって思うんですけど、
雪の中で見えにくくするようなね、なってるような感じがしますけどね。これもかっこいいですね。はい、じゃあ次、ゴース。これはなんかビジュアル系みたいな感じで、黒い涙を流してるメイクが施されてますよ。まあ、そんな感じで、はい次、ゴスレースシャツ。これどうですか、レースシャツ。上着を脱いだやつかな、これ。これも同じくビジュアル系みたいな。あ、首のところにも書いてありますね、なんかタトゥーみたいのが入ってます。はい、まあこんな感じです。ん？ピアスもしてるんだね、口の下に、唇の下に。へえ、すごい。グラフィック凝ってるな、これ。あとはスポーツ。これアスレチック行くときとか、ね、来たら面白そうですね。ブルー、スポーツブルータイプ。スポーツグリーン、次は。あれ、下はグリーンじゃない。線が入ってるね、でも。ジャングルとかで使えそうっすね。はい、次はこれがね、隠しコスチュームで、あの水着ですね、スイムスーツ。まあ正直言ってクロフトテイでしか着れないんですよ、これ。クロフトテイでしか着れないので、正直あんまり使い道がないっていうコスチュームですね。まあでも 100% コンプの、ね、記念にって感じですね。はい、はい、じゃあ次、スイムスーツブラック。これは全部のタイムトライアルとリワード獲得したらもらえるっていう、まあ、これも 100% にしたらもらえるってやつですね。ブラックだけどなんか模様がついてるよって感じなんですけど、黄色い模様が入っちゃってるね。まあ、こんな感じですね。スイムスーツ隠しコスチュームですね。で最後アマンダ。アマンダかっこいいよな、めちゃくちゃ。アマンダが使えちゃうっていうね、かっこいいですよね、アマンダ。うん、個人的にはかっこいいと思います。まあそんな感じで最後、アマンダ・ウィンター。カザフスタン戦のアマンダかな、これは確か。これもかっこいい、うん、ララより足が細いって感じがしますね。待って、レジェンドと比べてみようか。これがレジェンドのララでしょ。次アマンダ。アマンダの方がやっぱ足細いですね。足の長さ一緒なんですけど、アマンダの方が足細いから、アマンダの方が足長いような感じがしますね。なんかアマンダね、よく使ってました。リワード集めとかタイムトライアルでよく使ってましたよ。アマンダかっこいいからね、お気に入りです。まあ、本物のアマンダは死んでざまーって感じがするんですけど、まあ、死ななかったですけどね、結局。はい、そんな感じで、まあ、次回からは、トゥームレイダーアニバーサリーをやっていこうと思います。トゥームレイダーアニバーサリーはレジェンドが97円でアニバーサリーが98円、1円だけ高かったんですけど、でセールで買ったんでやっていきたいと思います。あ、そういえばちょっと忘れてたことがありました。あのグラフィックの設定で、違う、グラフィックの設定でネクストジェネレーションコンテンツにオンにするとちょっとコスチュームに違いが現れるっていう人がいるんですけど、アマンダはちょっと黒く、肌が黒くなる。あ、ララも肌が黒くなるんですけどね。
ちょっと黒くなるっていう感じなんですけど、でアマンダこれもやっぱ黒くなりません、ちょっと。でコスチュームが変わるところがあるんですよ。スイムスーツは変わらなかったな。ちょっとスーツのクリーム唇がおかしかったんだけど、これだと戻ってます。はい、戻ってますね。戻ってるだけで、あとはちょっと黒くなっただけ。肌がスノースーツとキャットスーツがね変わるんですよ。ちょっと見てください、かっこいい。これサングラスしてるっていうね感じでかっこよくなってるんですよ。ちょっとこんな感じで、はい、まあ、自分個人的にはね、スノースーツのサングラスよりもキャットスーツの方が好きですね。かっこいい、ほら黒いサングラス、こんな感じですね。はい、いやかっこいいねサングラスは、やっぱり合うねララクロフトに。こんな感じ。他はね変わってんのかな、他にも。確か見た感じ変わってなかったんですけど、さっきあのゴスどうなんだろうね。あれピアスつけてないの、ちょっとなんかね紫っぽくなっててかっこよくなってますね。あ、これ結構いいかもしれない、ネクストジェネレーションバージョン、ゴスのゴスレースシャツ。あ、こっちかピアスついてる。あ、ピアスがなくなってる、口の下の唇の下の。その代わりメイク濃くなってないか、ちょっと。ピアスやっぱりなくなってますね、まあ、そんな感じでなんか増えてたり少なくなってたりとかするんですけど、オフの場合だとゴスのレースシャツとゴスにはあの唇の下に、ね、ピアスがついてるという感じで、でネクストジェネレーションモードオンの場合はキャットスーツとスノースーツにサングラスが追加されてるっていう感じですね、まあ、そんな感じでした。じゃあこれで終わりにします。ありがとうございました。